皆さんこんにちは、ケンです。あ、なんやろ、新しいバイクがあるぞって思われた方いると思うんですけども、はい、こちらなんですけども、ヤマハさんのワバッシュ RT っていう3月に発売された新しいグラベルロードバイクの E バイクになります。で、こちらをですね、ヤマハさんから今お借りしてまして、しばらく乗ることとなりました。ここに来るまでにちょっとグラベルとかね、坂道体験してきたんで、まあその感想も少しお話ししていきたいなと思ってます。で、 E バイクはですね、近年流行ってまして、結構いろんな種類出てます。クロスバイクタイプ、ロードバイクタイプから始まって、マウンテンバイクタイプも出ましたし、そしてここ最近だとミヤタとかベスビー、キャノンデール、そしてこのヤマハからグラベルロードタイプの E バイクが出ております。私過去に E バイクについて語ってる動画が何本か上がってるんですけども、 E バイクっていうのはメリットもありますが、デメリットもあります。メリットで言うと、みんなで集団走行する際に E バイクに乗っていれば、みんな同じペースで目的地までつけるだったりとかするんですけど、今すごいバリバリ体力あってロードバイクガンガン乗ってる人からすると、E バイクっていうのはアシストがね、24キロぐらいかな、行くと切れちゃうんですよ。そうするとバッテリーとモーターを積んだちょっと重たいスポーツバイクになってしまいますので、まあ俺は早く走りたいんだっていう人にはちょっと向いてないジャンルかなと思います。過去の動画で言ってるのが、そのマウンテンバイクタイプだったりとか、オフロードを走るタイプの E バイクっていうのはとても素晴らしいと私は思ってます。グラベルロードっていうのは、まあオフロードも走りたい、そして舗装路も走りたいって人に向いてるジャンルのスポーツバイクになるんですけども、そこと E バイクの組み合わせは間違いなく良くて、グラベルで走った時に、例えば今ここね、草が生えてるじゃないですか。グラベルライドにおいて草のゾーンっていうのは結構摩擦抵抗が大きくて漕ぐのが大変なんですよ。重たくなるんですよ。でもこの E バイク、ワバッシュ RT であれば、もうそこ もう関係なくスーッていきますし、今私このワバッシュ RT というのがだいたい20キロぐらいの重量なんですけど、それに加えて、まあ今そこの一眼レフのカメラだったり、三脚だったり、ボトルで椅子、修理グッズと鍵合わせるとだいたい30キロぐらい。通常の E バイクじゃないタイプだともう辛いじゃないですか。10キロも荷物背負って山とかグラベル走ると辛いんですよ。それが全くありません。もうスッて行ってくれるのですごく良かったです。あとはね、砂利とか木の根っこですね、そういったところでやはり減速してしまうんですね。その時にはやっぱりその自分の体感だったりとか技術的なテクニックがグラベルライドによって重要になってくるんですけども、そういったところでもアシストが効いてくれるので転倒リスクも減るなっていうのが正直な感想です。ヤマハの E バイクね、なんか力強いですよ。あのアシスト力が力強いなっていう風に個人的に感じてます。で、さらにそのセンサーがねたくさんついてて、ヤマハで言うと、確かクワッドセンサーだったかな、トルク、加速度、角度、ケイデンスだったかな、この4つだったと思うんですけど、まあ、脚力、まあ、ケイデンスに合わせてあの適正なアシストをしてくれるっていうシステムが備わってますので、違和感なく滑らかにグワンっていく感じではないので、そこもヤマハの E バイクのすごいとこかなっていうふうに個人的に思ってます。まあいろいろ話してきましたけど、まあこんだけ紹介してる時点でワバッシュ RT は結構私の中で評価が高いです。はい、例えば通勤でしょ、通勤とこういったふうにねキャンプ道具とかを積んで荷物をたくさん伴う旅行の時にすごい欲しい E バイクです。はい、ということでね、今回ヤマハの話題の E バイクを紹介しました。こちらのワバッシュなんですけど、今の時点ではかなり納期かかりますので、欲しい方は早めに予約して、まあ、来年に向けてね、買うのがいいと思います。あと最後に、この動画多分ヤマハさんの社員さん見てると思うので、これからの要望になるんですけど、こちらのカラーラインナップが今、明るめの水色しかないんですけども、やっぱね、この水色っていうのは好みがあると思うので、カラーの幅が広がると、まあ、無難に白とか黒とかあると売れるんじゃないかなって自転車屋さんで接客してて思うことです。はい、よかったらカラーバリエーション増やしてください。本日の動画は以上となります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。